じゃあ今日はですね、8回だっけな、確か第8回のミサト ER カンファレンスを始めていきたいと思います。昨日は、臨床推論カフェで、まあ、ちょっとね内科的なことも勉強しまして、なんと今日もですね主訴が帯同困難なので、帯同困難第2弾っていう感じで、鑑別に関してはサクサクとね上げていっていただければいいと思います。まあ、大事なことはアップストリームまで思いを馳せて、考えましょうっていうことでしたかね。というあたりで、Zoom では飛び沢さんっていうなんかめっちゃ美人の方が参加してくれておりますね。あとは細江先生と、あとはまあいつものように Facebook では今5名ぐらいの方が視聴していただいてます。ありがとうございます。じゃあ早速画面を共有してやっていきましょうか。飛び沢さんは見てるのかな？食べれないのかな？飛び沢さんって知ってる？見てます。ER にいるよ。すいません。めっちゃ可愛いですね。実物と違ってすいません。いえいえ。1年目は飛び沢さんのことを知らないようなので、あ、そうですね。ER に行くのをとても今期待してると思います。ER ってお待ちしてますので。はい。よろしくお願いします。お願いします。はい、このキャラクターはケンワちゃんって言って、三郷ケンワ病院の送信のキャラクターで、今日プレゼンしていただける坂田先生ですかね、坂田先生が作成していただいたキャラクターですね。今後は LINE スタンプっていうの、LINE スタンプへの展開を目論んでるようなので、なんかベイとか練馬とかこういうの流行ってるんですか？練馬は流行ってるみたいね。なんか結構新しいがやってる施設増えてますね。うん。ベイもやってんのかな。ベイはね、かわいい熊さんのね、そうですね、マスコットキャラがいますけど、ぬいぐるみまで作ってるので。で結構これ、今後、三郷がどんどん有名になってて、もうみんな知ってる、あれになるっていう。なりますね。全国展開です。そうですね。なんか結構なことしたらあるよね。そうだね、早めにやっておいた方がいいですね。はい、じゃあ始めていきましょうか。まあ、先ほど言いましたけど、帯同困難ですね、ローイールドな手術にどのようにアプローチするかというのが、診断的にはそうですけどね、まあ、ER カンファ的にはまた別のネタというか話題があるかと思いますので、ご期待ください。30分ぐらい前半の症例プレゼンさせていただいて、後半30分この先生にレクチャーお願いします。6時20分ごろ終了予定ですので、皆さんそのつもりでいてください。じゃあお願いします。佐々木先生、90歳代男性の方で、まず救急隊からの入電情報ですが、当院は初診です。受診日の前日に近位の往診にて顔面の浮腫と発熱、あとね、顔面の浮腫と四肢の浮腫、38度の発熱がありまして、COVID の抗原検査が行われ、陰性でありました。で、X 日、帯同困難発熱続き、往診員の指示で救急要請されました。現場のバイタルサインは意識や生命で、呼吸数18、ハートレートは70、血圧161の80、サチュレーションは 91% とちょっと低めで、体温37度6分と発熱が認めました。はい。大体ですか。往診の先生がちょっと在宅だともう見切れないというか、見切れないって言った方がいいのかな、見切れないので、まあ、救急車呼んで、県は病院にかかればって言ったような流れなんでしょうね、きっとね。はい、バイタルサインは、ぱっと見、サチュレーションが低いなってことぐらいですかね。あんまり切迫感はなさそうですが。三郷ケンワ病院も練馬光が丘と同様に帯同困難が多いですよね。まあそれはいろんな原因があると思いますので、今日は何でしょうっていうところです。もうちょっと情報を集めましょうか。まあ救急外来だしね、これも救急隊の情報かな。一応急歴としては脊柱管狭窄症のオペをされているということです。アレルギーはなくて、内服光ハイゼット、ミヤビエム、ボルタレンサポ、スピロナラスカ、
を、まあ、数日前から出されている時期でした。まあ、ADL は歩行が可能という時期でした。うん、はい、歩行が可能だけど、今回は帯同困難なんですね。そうですね。はい。いいかな。はい、進んじゃいますよ。はい、病院到着後の ABCD の評価ですけれども、エアウェイ、ブレイスともに、まあ、会話は可能で、まあ、意識は生命、年齢層なんですけども、ね、サチュレーションがちょっと低かったので、1リットルカヌラで 96% まで上がりました。サーキュレーション、四肢の節は長命でしたが、まあ、末梢循環不全のような証拠はありませんでした。まあ、意識は生命なんですけれども、まあ、麻痺もなくて、倦怠感がちょっとありました。ER 来たときは38度ぐらいの熱がありまして、じゃあの水溶便が認めました。失禁してんのか、もう漏らす。そうです。失禁。なるほどね。はい。まあ、いつもね、同じこと言って恐縮ですけど、エアウェイはとにかく気道の不安定性、気道の開通性を見てますので、まあ、そういう意味で会話可能と意識生命っていうふうに書いてるんでしょうけど、まあ、意識生命で気道が保たれてるっていう意味ね、エアウェイの、あのパラメーターとしての意識生命っていうよりも、そういう意味でしょう。意識生命だから、まあ、気道は不安定じゃないよってことなんだろうね。B と C は良くて、D に関しては、まあ一応いつも3つ評価した方がいいかなというふうに思ってますけど、何ですか臼田先生、ディサビリティ、ディスファンクションオブ CNS でもいいかもしれないですけど、3L なんですけどね。レベルは書いてあるので、あと2個は、最初の20秒、もしくは2分間のところで、A と E は見た方がいいんですけど。うん、ピューピルの L を取ってんのかな、多分ピューピルの L ですね。はい、あとはラテラリティで、まあ、四肢の左右差、その辺はザザッと見れちゃうと思いますので、ディサビリティの評価はまあその3つで見てもいいですね。まあいいかな。はい、エンバイロメントはまあこんな感じなんでしょうかね。まあ、あんまり切迫感はないけど、低酸素結晶が少しあるよってことぐらいですね。バイタルサインもまあ同様ですか。熱があるってことぐらいですかね。はい。はい、どっちかなって、この後何なんだっけ。ああ、もう早いね。これ先生直接見たんだよね。はい。はい、じゃあちょっと、サクサク進めそうなんで、少し追加の問診とかあれば聞いてもらっていいですか。いいよ。ADL は普段の、なるほど。まあ一応歩行可能っていうことだったんですけれども、まあ屋内、まあ伝え歩きぐらいで、まあ、おむつも使用してるけど、まあトイレも行って、で、ご飯はまあ普通に定食を食べてたような気がします。なるほどね。いい。まあ、ADL、まあ、僕も救急外来ではさ、うちの救急外来二次救急だから、まあ、ご家族とか本人と、ね、入院が決まったらある程度話す時間あるでしょう。まあ、入院が決まらなくても話す時間あるでしょう。で、ADL はとても大事なので毎回聞いてます。まあ、よく国際的な臨床研究で使われる ADL の指標というか項目は6つあって、なんだっけな、あ、ドレッシング、着脱、衣服の着脱ができるか、あとはトイレの異常ができるか、あとは、まあ、尿失禁とか尿、あの、失便、おもらしをしちゃわないか、排泄ですね。あとは、食事を自力摂取できるか、バッシング、入浴が自立してるか、あとはトランスですね。まあ、ベッドから車椅子なり、ベッドから、どこまで行けるかっていう、この6項目が、名前忘れましたけど、よく臨床研究での、ADL のスコア6点ですか。で使われているので、まあ、大体この6項目をルーチンで聞けばいいんじゃないかなと思います。あとは当院は、ね、園芸、
生涯で誤嚥性肺炎の方も多いですので、普段の食形態とか、その辺も聞いてもらえると、入院後の評価に、評価というかね、入院生活に役立つんじゃないかなと思います。まあ、ちょっと、慣れないと大変だなと思うかもしれないけど、慣れればまあ、ね、1、2分喋れば得れる情報なので、ある程度この患者さんがご自宅でどういう生活してるのかというのが、イメージできることぐらいの、生活歴は聞くといいんじゃないでしょうかね。あとは誰と暮らしているかとかも私はよく聞きますけどね。はい。まあ、ちょっとここ話し出すと長くなるんですけど、訪韓とかね、往診入ってんのかとか、介護保険どうなのかとかね。一応その辺は聞いてます、ね。まあ、ちょっと話が膨らんじゃいましたけど、まあ、ADL 聞くんだったらまあ6項目聞いてもいいかなと思います。田中さん、なんか、介護困難の方で追加でなんか聞きたいことある？顔と四肢の浮腫っていうのは突然だったのか、それとも徐々に悪くなっていったのかとかって分かりますか？多分突然だったと思います。あ、そうなんだ。別の項目かね。ちょっとメモっといてね。あ、ちょっと狭いんですよ。僕も忘れちゃう。突然顔面の浮腫と四肢の浮腫が出たんですね。はい、突然とか多分急性ってことですかね。はい、小林さん、なんか追加問診。以前にもこのようなことはありましたか？どっち？態度困難。あ、態度困難。そうですね。態度困難について。繰り返す態度困難か否か、ね。それは多分違うと思う。それはなんかね、多分いい質問っぽくて、まあ、おいっつったらあれだけど、多分いい質問な気がする。最近ほら僕たち松本先生に感化されてるじゃないですか。繰り返す〇〇彼好きみたいで、繰り返す態度困難って多分そういう周期性四肢麻痺とか、そういうような話になってくるんだろうね、きっとね。ちなみに先日当院で手を焼いてしまった繰り返す発熱っていう人を練馬光が丘の外来にご紹介いたしました。結局まだ結論はまだ来週受診予定。楽しみですね。はい、彼の一言目は FMF じゃないでしょうかね。ちょうど今議論してました、ね。そう、はい、FMM っていうのは知ってる？ファミリアンメディテリアンフィーバーっていう家族性地中海熱っていう病気があるみたいで、まあ、その人は2、30代の、ね、若い女性なんですけど、入院すると熱下がるんですけど、退院するとまた熱が出てしんどくなって戻ってくる、うん、典型的な病気です。 あ、 そう、あとは腹痛とか出たら、ああ、腹痛、家族歴が重要です。家族歴、家族歴ね、聞いてなかったかもしれない。はい、なんか遺伝子検査をすると分かることもあるみたいですね。長池先生、あと追加問診あります？特にその内科的な疾患の記憶とかはなかった？まあ、一応薬を出されてるのは完全にさっき挙げたやつの事ですか？なんかまだ情報足らなそうな気もしますが、いけます？セマンティックオリファーやるともうちょっと聞きたいなと思うことが増える気がしますけど、吉田先生、セマンティックオリファーしてみる？はい、はい、うん、やっぱツアーだね、病気がね。いや、まあ、この後出てくる、この後出てくる、確か。そう、この後出てくるから、もうちょっと気を点外に脊柱管ぐらい、脊柱管脊柱ぐらいに、気を脊柱管、気を脊柱のあとはですね、スピードの長さと4年間の90代から生の対応、腫瘍を伴う対応を、うん、難しいね。次元的にはなかなか説明できなそうな気がしますけど、まあ、ピットホールというかアンカリングバイアスになりやすいのがまたこれですね。脊柱管狭窄症の既往のある90代男性の帯同困難っていうと聞きたくならない、病歴で書いてない、書いてない。食事、あ、食事、あ、いいよ、食事聞いても。食事は責任者と取られて
あのなんか毎食めっちゃ食べてるっていう話でした。食欲はすごいある、はい。まあ、何が痛かったかというと、脊柱管狭窄があるから腰が痛くて帯同困難なんじゃないっていうふうにこう引っ張られやすいんですよね。まあ、それもあるかもしれないけど、まあ、他も必要ですっていうところですね。はい。もう他のセマンティックオリバーある。うん。今ね、彼が言ったのは、脊柱管狭窄症の既往のある90代男性の浮腫を伴う帯同困難って言ったのかな。まあ、後半は急性発症の顔面と四肢の浮腫と発熱を伴う。発熱もあったのか。考えれば考えるほど、なんか一元的にはいけなそうな気がしますけどね。はい、まあちょっと進めていきましょうか。まあ、一番困ってるのは、あ、そう、救急はね、とりあえずね、一番困ってることにフォーカスしてもいいかもしれないね。この人確か帯同困難と発熱があったので来たので、まあここをまず掘ってもいいかもしれないですね。帯同困難の原因なんだろうっていうことでね。いい。もうちょっと進めたらどうなのこれ。なんかすぐ検査とかになっちゃう。あ、なんないか。じゃあ、すいません。浮腫。じゃあ、病歴の追加情報で、浮腫は、1週間、8日前から、腹痛が顔面と死の腹痛が出現したということで、でその1週間後に定期往診があって、38度の発熱を決めたんですけども、ご本人は、まあ、元気だということで、スピロノラクトの処方をされたそうです。ただ、内服はできていない。あ、飲んでないの。はい。で、数日に 38.5 度の発熱と、まあ、食欲不振、帯同困難が出現したということで、救急搬送になりました。じゃあ、内服歴は、まあ、OC の先生が処方されているお薬なので、生活歴としては、まあ、高齢の奥さんと、長女さんと同居で、ADL は伝え歩き。で、多分日中、こう、奥さんと2人きりだったんです。食事の話もさっき出たから、ついでにあれも聞くといいんじゃない、そういう無性の話とか、食形態とか、園芸のことに関してね。それなんか情報あった？ある？誤嚥のリスク。いや、特には、むせたりとかはなく、普通になんか食べてたんだと思います。ああ、そう。はい。まあじゃあ、まあ、はい。多分この後、鑑別診断です、ね。はい。鑑別、また上げてってもらって、鑑別を上げて、やりたい検査を言ってもらっていい。ただその時に、なんか聞き足らないなってことが通常出てくるので、それ聞いてもらっていい？先生が。まあ、1個でいいよ、じゃあ。うん。まあ、肺血症を考える。ああ。まあ、血液前よ。そうね。まあいいか。他、血液だけ。血液と、血圧と、うん。あ、採血。うん。フォーカス探しは何かしますか。フォーカスはそうですね。身体診察が出てきてないよね。身体診察は何を狙って取りに行きます？肺血症って要するに感染症ってことでしょ、はい。うん、感染症だったらフォーカスを探さないといけないよね。はい、ザザッと。まあ、何食べたかとか、便通はどうかとか聞いたり、尿はどうかとか聞いたり、どう？うん。便通は何食べたか。ちょっと下痢気味だったっていうのはあると思うんですけど、まあ何を食べたのか
ちょっと詳しくは聞いてない、聞いてないですね。ああ。うん。はい。まあ、感染の効果を探すときはトップトゥーボトムで身体診察しましょうということなので、まあ、頭から触って、まあ、首を見たり副鼻腔見たり胸の音を聞いたりお腹を触ったり手足の皮疹がないかとか見たり、まあ、人によっては直腸診して前立腺触るとか、まあ、そういうトップトゥーボトムのアプローチが基本ですね。カンファレンスやってるとなかなかイメージつかないのかもしれないけど、検査だけで診断がつくことはないので、検査に至る前にヒストリーとフィジカルである程度詰めて検査に行くっていうのがあるべき姿ですね。まあ、ダメな状況になると、とりあえず検査出しといて後で見に行くみたいなこともあるのかもしれないですが、まあ、あまりいい医者じゃないかもしれないですね、そういう人はね。はい。田中さん、鑑別を挙げて、追加情報を取りたいもの、検査も含めて。鑑別は心不全。心不全ね、確かに不死を取れてるか。検査は X 線と、あとは心電図。うん。あと、生化学。うん。そうね、確かに心不全。まあ、あとはもう、令和世代なので、聴診器代わりにエコーをね。やるといいですかね。はい、いいと思います。小林さん、ある。大体その辺、多分後で情報出てくると思う。うん、心不全でも帯同困難は一応説明できるか。そうだね。ああ。何系？具体的に。帯同困難。うん、まあ、低ナトだとね、意識障害出やすいけど、まあ、軽い低ナトでも意識障害なくても態度困難あるかもしれないね。あとはカリウム、どっち高い低い？低カリウム。あ、そうだね。低カリウムは筋力低下をね起こしやすいので、その辺はあるかもしれないですね。じゃ、低カリ疑ったらなんか追加の問診、フィジカル検査ありますか？さっき下痢はしてるっすよね。あ、そうです。うん。あ、下痢してんだな。まあ、要するに何か問題点を想起できるので、いろいろ聞きたいことが出てくるんですよ。それが大事なので、多分低カリって頭の中に浮かんだら、その原因は何だろうって考えて、まあ、下痢がないかとかね、他にも何かないですか？いけるかな。あと低カリは問診が大事ですね。ちょっと難しいかな。まあ、これは後で出てくるので、出てくると思うので、ちょっとあんまりここでは言わないようにします。長池先生、なんか鑑別は。今出てるのは、どっちか。心不全。なんだっけ？感染。あ、感染症ね。そうそう。感染症、心不全。まあ、電解質異常。まあ、特に低カリ、怪しい。腎不全。腎不全ね。そうだね。なんか追加の問診、フィジカル検査ある？腎臓の活性燃焼。ああ、なるほどね。はい、わかりました。なんか言いたいことある？言いたいことですか？うん、いや、鑑別、君だけ聞いてなかったから。あんま多くないですけど、うん、脳梗塞とか。ああ、体動困難ね。まあ、あるんじゃない？どうする？じゃあ。MRI。まあ、ちょっと神経学的所見を取ってほしいですけどね。
左右差がないかとか、バレエとか銀河チーニとか、その辺を取って、まあ、先に CT 取ってもいいかもしれないですね。はい、じゃあ進めましょうか。はい、あ、心電図ね。あ、心電図ね。田中先生が心電図、心不全。所見は、ね、所見もお願いしていいですか。どうやって読んでんの、いつも。ざっくり。あ、ざっくり言うと、まずレートが早くないか遅くないか。うんうん、見て、この人はそんなに早くないし、うん、まあ、静脈にもなってない。どんぐらい？ 5 マスぐらいあるね。はい。60ぐらい。まあ、あとは P 波があるかないかでないんで。P 波あるんだよ。あります、ね、うん、あるある。あるので、うん、サイナスリズム、うん、でよくて、あとはまあ軸が 正軸で、うん、まあ、あとは、まあ、ブロックとかはない、ないんで、もう、ブロックない。ちょっとね、PR が5ミリ以上ありそうだから、一度防湿ブロックはあるのかもしれないですけどね。はい、まあ、あとは、そうですね。あと、まあ、ST の上昇は、特にはちょっと動いちゃってて、動いちゃってるんですけど、特にはなさそうです。フィアの形が変だけどね。そうですね。で、刺繍道で T 波が平坦化しちゃってる。うん。多分、胸部誘導でも、なんか T 波に元気がないですよね。へなってる感じ、わかる。正常をたくさん見てれば、こいつはこの T 波は元気ないなっていうふうに思えると思いますけど、ちょっとその数値的な定義は僕はわかんないですが、ちょっと元気がない気がしてるなと思いますね。はい。心電図、どっかでやる？いや、全く。ああ、今後っすか？そうそう。ああ、それは別にいいかもしれないですね。確かに。僕は、これいろんなやり方があって、僕は3秒で読む心電図みたいな本があって、こう、ピッピッピみたいなやり方があるんですよ。じゃあ、ピッピッピだ。言語化しないとね。まあ、二誘導でリズム見て、四誘導の九波を見て、V1 から V6 の R 波のプログレッションを見るっていうやり方があるんですよ。そうするとリズムの問題と、あとは虚血というか、なんていうのかな、壁運動の元気のなさを見ることができます。例えばこの人だったら、1で、異常ではないですけど、1と2と、1と2と AF かな。で、まあ、9波がちょっと出てますので、AL でもあるのかな。ちょっとその、なんとも言えないけどね。ごめんね。これ、異常9波じゃないので、なんとも言えないけど、もしこれが異常9波だったら、2、3AF で異常9波だったら、まあ、下壁の電気活動が弱いんだな。まあ、つまり、下壁の OMI が昔あったんじゃないかなとかっていうのを疑ったり、V1 から V6 に関しては R 波のプログレッションっていうのはさ、よく V1 から V4 にかけてはだんだんプログレッションしていくけど、V5、V6 でこう下がるでしょ、こういう感じで。で、そういうのが、前壁の電気活動が弱い人は、V1 から V4 の R 波のプログレッションは全然ないんだよね。で、そういうのを見ると、前壁の OMI があるんじゃないかなみたいなことを伺います。はい、で、STT 変化に関しては、まあ、その本には ACS とか疑ったときに過去の誘導と比較すれば、過去の心電図と比較すればいいんじゃないっていうふうに書いてありましたけど、救急的にはまあ ST エレベーションはちょっと致命的になりますので、ST エレベーションだけは必ず見るようには僕はしております。はい、ちなみに QT が一応見たのかな、隣のレポートのところにね。QTC が500ミリパーセクト延長してます。これは450ぐらいなのかな。あ、それ400ぐらい。400ぐらい。はい、T 波の平坦化と QT の延長がありそうってことです。まあなんかねって感じですね。はい。なんかねって、何か分かる。何っぽいなみたいな。分かるという。これ異常なんだよね、多分。で、これ見て、ああいうのがあるのかなっていう、ちょっと思いを巡らすんだけど、なんかありますか？わかんない。知ってる？QT 延長症候
ああ、そう、QT 延長の原因。うん。T 波の平坦化プラス QT 延長イコール低下連結晶ですかね。大体そうだよね。違う。そうですね。大体そんな気がする。はい。まあ、特殊的なネタですけど。はい。鉄ガス。あ、これもう出ちゃってるけど、いっか。出ちゃってるね。読んでもらおうと思ったんだけど。マイカーボン隠れちゃって。確かに。いいよ。アルカリミアで、ありがとうございます。アルカリミアで、バイカーボが47と署名になっているので、代謝性アシドーシスで、あ、すみません、代謝性アルカローシスになっていて、で、まあ、大体、大小判。そうかな、うん。マジックナンバー15って知ってる？バイカーボに15足すといくつ？63、はい、63だけど実際の PCO2 は 48.5。 どういうことですか？あ、だから代償されきれてない、うん、つまりどういうことですか？つまり急性発症の代謝性アルカロイス。違うな。代謝性のアルカロイスがあって、うん、代償しきれてない PCO2 の低下があるので呼吸性のアルカロシスを合併しているってことでしょうかね。はい。またアイオンギャップ計算したのかな。これあんま信用しない方がいいけど、まあこれ使おうか。あ、これでもあれで多分計算しました。あ、いくつぐらいな。忘れちゃいました。まあ、7でやろうか、とりあえず。まあ、低い。高くはないってことね。アイオンギャップが仮に解体したら、もう一個、代謝性のアシドーシスが隠れてるってことね。血液ガスはミックスパターンは3つまでが多分クラシックなやり方だと診断できるんですよね。だこの人は代謝性のアルカローシスと急性の呼吸性アルカローシスがあるってことで、まあ、それだけでだいぶ鑑別ができちゃうんですよね。急性呼吸性アルカローシスの原因なんだみたいな話なんで。はい。いいですか？カリウムの値とか出てるの？あ、出てるじゃん。いくつ？ 1.6。はい。低カリウム結晶、はい、それを言わずしてどうするんだって感じですね、はい、あ、いいよ。他にも、まあ、低栄養と低アルビン結晶、低アルビン結晶と、まあ、OCPK 結晶がありまして、あとマグネシウムも知らないけど、はい、1.9 とかでした。はい、いいですね。はい、他は決算は特に、はい、心臓がちょっと大きくて、はい、胸水があって心臓がちょっと大きい。心不全あり、まあ、心不全ありそうだってことでいいのかな。この上大静脈、両腕大静脈の拡大ってのは何なんだろう。結構その、この、ここの、そこの、あ、ちょっと大きいのかな。うんうんうん、何なんだろう。ちょっとこれをかな検索し検討しだすと長引きそうなんで一回飛ばすのか。高いでもちょっと。ちょっと腸管内にガス貯留が貯留にあります。はい。まだある。はい、の CT では。すみません、そうですね。何？うっ血を示唆するような。はい。はい。ってことで、いいかな。終わりますけど、診断は何ですか？態度困難。まあ、いくつか、この後高齢者なんで、問題があるので、ちょっと想定される問題を言ってもらっていいですか？心不全。はい。まとめて言って、あと。診断をまとめて。うん、
心不全と低カリウム血症と、うん、低アルブミン血症、大動困難に関する診断だけでいいや。あ、はい、救急なんで、はい、もう一個、はい、低カリウム血症と心不全、誤嚥性肺炎もあった、あったんだね。あ、そうですね、はい、この3つを挙げましたってことですね。ちょっと時間が、はい、まあ、結局低カリウム血症、著名の低カリウム血症で、まあ、その原因をいろいろ探したんですけれども、一応芍薬甘草糖を飲んでいたということが判明しまして、うん、判明しました。はい、で、まあ、ギセアルドステロン症。はい。はい、テイカリの、これテイカリのさ、アルゴリズムはここに書いてあるから、多分この通りにやればいいと思う。これね。はい、説明してもらっていい？まあ、アルド、ギセアルドステロン症、肝臓によるテイカリウムだと、まあ、レニンが下がって、アルドステロンが上がる。まあ、そんなような、この人は、原発性アルドステロン症ではなくて、はい、リステアルドステロン症っぽいってことなんですね。はい、はい、ということです。低カリウム血症の原因検索は、まあ、どんな教科書を見てもこのように書いてあります。まあ、大体最初のところでよく書いてあるのは、その TTKG を計測しろとか、尿のカリウムのあるクレアチニン値を計算しろって書いてありますね。で、今回計算したら38なんです。尿のナトリウム割るクレアチンがね。で、下痢してるから左側に行くんじゃないかなって思ったんですけど、38なので、実際は右側にどうも、このアルゴリズムだと行くようですかね。で、ここの細胞外液の血圧の評価ってところで、この後少しボリューム多めなんだよね。そうですね、不死があるってことは、はい、だからまあこの左側に来まして、まあ、レニンアルドステロンの評価をしましょうってことです。で、レニンアルドステロンが上がってるんだったら、この辺の腎血管狭窄症等とか疑われるんですけど、今回アルドステロンは横ばいもしくはちょっと低めで、レニンには下がってますので、まあ、この左下のところのアルゴリズムに入っていって、そこに6個ぐらい書いてありますけど、まあ、このうちのどれかなって話になるわけですね。で、病歴を聞いてみると、肝臓を飲んでいるということで、まあ、ギスアルドステロン症が低カリウム血症の原因であったということで、まあ、矛盾はしないですかね。なんかある？いい？はい。はい。じゃあ、何ですか？知りたいこと。まあ、低カリの補正をどれぐらいの感じでやったらいいのか。はい。まとめて言ってもらっていいですか？はい。あと、まあ、CV 留置して、カリを補正する方法があると思うんですけど、どれぐらいの値でそれを考えたらいいのか。あと、まあ、電解質異常で肺ケアに入れた方がいい症例はどういったものがあるか知りたいです。はい、ちょっとまとめて説明しちゃいます。低カリの補正方法に関しては、緊急を要する場合は CV を留置して、濃い KCL の溶液で補正をしていきます。で、そうじゃない場合は、内服が一番安全ですね。内服が一番安全。で、まあ、末梢から行きたい場合は40メクパーリットル以上の濃度の溶液を入れると血管痛とか起こしてきてよくないですので、そうするとソロデム 3A って20メクパーリットルなんですよ。10メク入ってるんですよ。だから KCL を10メク入れてやんないといけないで、結構容量負荷になっちゃうんですよね。だからこういう人にやるとまた浮腫が増悪しちゃうかもしれないっていうのはちらっと懸念として持っておけばいいと思います。ちなみに致死性の、致死性は急がないといけない低カリって、田中さんどんなのがある？急がないといけない。要するに CV 入れた方がいいかいけないかでしょう。この辺の質問は。急がないといけない低カリ。あ、そうだね。そうそう。まあ、一応不整脈っていうふうによく言われてますけど、まあ、VT なんか出ちゃったらそりゃそうだって話ですけど、まあ、QT がまあ延長したりっていうのもちょっと嫌な感じなので、まあ、急いだ方がいいかなと思います。あとは筋力低下ですね。体動困難の原因が筋力低下で低下が、それがその原因だったら急いだ方がいいですよね。あとは呼吸筋の抑制、吐けてない、この人は吐けてましたけど、吐けてないような場合は、
急いだ方がいいと思います。あとは書物によっては重い金融解消っていうふうに書いてあるものもあって、もっと少し湿気上がってますので、急がない理由はないですね。なので CV 入れて HCU でラインを入れて厳密なカリウムの補正を行っていくっていうのが通常だと思います。で、電解通常で中管理にした方がいい症例はどんなものがあるかっていうのは、今言ったような、急ぐ低カリ、急いで補正した方がいい低カリウム結晶と、また先日もやったと思います。やってないか、みんなと返し回った低ナトリウム結晶の人ね。低ナトリウム結晶は過補正すると脱水してしまいますので、ナトリウムをフォローしながらやるから、HCU に入れて、A ライン入れてやった方がいいよってことですね。そんなところでいい。一つちょっと低カリの話に付け加えるとすれば、鑑別のやつなんですけど、昔からナトリウムだけフィーナってあってカリウム TTKG ってあるんだけど、カリウムにも一応 FEK ってあって、で先生 の出してくれたやつは、FEK とほぼ同義、クレアチン換算するやつっていうのはほぼ同義なんですよね。で、FEK っていうのはかなり使えるシチュエーションが少ない。だから、同様にカリウムをクレチンに関しても使えるのが少なくて、例えば、利尿薬だったり、尿量だったり、あとは低ハート、すべての条件が満たしたときにしか FEK は使えないから、基本的には TTKG を使おうねっていうのが、数年前までのプラクティスだったんですけど、TTKG を考えた人っていう人がいて、その論文が今書いたから、要はすごく有名な先生なんですね。ハルケン先生。ハルケン先生。その先生がもう TTKG を使うなって言ったのが確か今から7年前とか8年前なのかな。やっぱり TTKG 使えないわ、みんなごめんっていう論文を出したんですよね。実際 TTKG ってすごく、ちょっとその通りいかないことが確かにすごくあって、で、ですね、カリウムの、要は、この前も、松本先生が言った通り、細胞内の移動で、腎排泄、排泄の増加、そしてあとは精子、インテーク不足っていう鑑別をしていくときに、もうゴールドスタンダードは、蓄尿しかないと思ってください。ナトリウムだけはスポット。カリウムは1日。これはもう、常識的に覚えてください。ナトリウムはその時だけでも診断はある。ある程度はできなくない。実はフィーナも使い物にならないっていう論文がすごくいっぱい出てるんですね。でもカリウムよりはまだマシみたいな感じですね。ただ、低ナトリウム結晶は、これは今から5年ぐらい前に、プロトコールっていうのが、新しいのが、ヨーロッパのガイドラインに出て、それが、割と今までよりだいぶマシになったんです。なので、ナトリウムのガイドラインっていうのは一回ちょっと見た方がいいかな。カリウムはもう蓄尿、もうそれで、あとは病態も考えていっていいと思います。ナトリウムは結構難しいんですよ。カリウムはそんな悩むこと、今回の症例とかもね、すぐ分かったと思いますけど、あんまり悩むことがないと思うんです、理由の鑑別までは。っていうのでちょっと。正確性は、置いといて、ER で出せる検査って考えると、浸透圧を出して、PTK ですね。はありだと思いますね。あとはちょっと当院は浸透圧はすぐ出ないのかな、結果。ちょっと分かんないけど、前僕がいた病院はなかなか出なくて、それが問題になってましたけど、出ない場合はこっちの FE じゃないや、カリウム、クレアチニン比で、当たりをつけるっていうのは悪くはないんじゃないかなと思います。一応、尿比重から浸透圧予測できて、それが大体当たるとは言われてます。そうですね。はい。ちょっといろいろね、やってみるといいですよ。検査安いので、出してみて、当たってんのか当たってないのか、自分でやってみるといいと思います。はい、ちなみにこれが CV を用いた KCR マニュアルで、一埼玉医療センターで使ってたものをそのまま使ってますので、覚える必要はないですけど、HCU に入れて CV から行く場合は、この KCR マニュアルを使ってやってますってところです。いいですかね。はい、ごめん、ちょっとまた、長くなっちゃった。なんか質問ある？皆さん。あるかな？お疲れですか？お疲れですよね。一日仕事してから勉強会ですかね。いるだけで偉いっていうね。
はい、じゃあ、もう先生、お願いします。はい、で、ごめんなさい、ガスの話をちょっとしようかなと思って、あの難しいくて、まあ、ちょっと、佐田先生も、多分まだ分かってないところはあるんじゃないかなと思いますし、で、ちょっとその前にごめんなさい、あのさっきの話、もう一個だけ付け加えるのは、先生、あの、鑑別診断を上げる、ちょっとそのやり方を、どっかでもうちょっとまた、松本先生にやってもらったらいいのかなっていう気はするんですよね。もっとあの臓器ごととかでいいからどんどん行っちゃっていいと思うんで、あんまりなんか間違ってることとか関係なく行っちゃっていいから、うん、やっぱ臓器ごとにどんどん行っていくともっと切りなく上がるはずだと思うんで、それをちょっとこの方式はね良くないんじゃないかって最近思ってきてて、なるほど、当てていくとやっぱり出てこないんだよね。なるほど、自分で考えないというか、考えとか、ま、なんでこう体系的に考えないで、やり方もそうそう1対1でやってね、なるほど、分かりました。はい、まあ、個人的には便利系と P とかで練習していくと結構なんかで、特に体力コーナーって結構あのローイールドだから、多分鑑別上げていくとそれだけで30分ぐらいずっと上げていっちゃって終わっちゃうぐらいでいっちゃうんで、今度まあ体力コーナーもやりましょうかね。ガスをあのまずちょっと上司に報告できるのが今日の目標かなと思うんですよね。そこからあとは臨床応用、自分でどう考えるかっていうのはまあ次かなと。で、読む順番をこんな感じにちょっとまとめてみました。あの、一番大事なのは何かって言われたら、なんだと思います。で、先生、何だと思う？ガスってさ、もう腐ることあるじゃん。はい、一番大事なの。そうだね。ペハーだと思うよ。うん、まあ、もちろん、あの、ラクテートとかは出る機会じゃない機会あるから、ラクテートも重要なんだけど、ペハーが大事だと思います。だから、一番最初に読んだ方がいい。で、これは、米国の集中治療学会のちょっとスライドを和訳したやつから持ってきて、ちょっと多分引用文献書いてなかったから、そのまま載っけたんですけど、うん、アシデミア、アルカレミア、いずれも体にすごく影響あります。まあ、特にアシデミアなんかはもう、あの結構あったら死ぬので、さっきはアルカレミアだったっけ、うん、ペア、例えば7とか、死んでもおかしくない。まあ意外とアルコールケトアシとかね、ペア7とか、来るんですけど、あれ思ったより元気だなみたいな。でもちょっとどっちかというと失敗する症例を、ま、あの勉強してもらった方がいい。した瞬間 CPA になったし。そうですね。うん、ペアは結構危険なんですよね、低いのは。で、じゃあペアを、まあ、読むっていうところで、まず最初ちょっとそのペアが、まあ、アシデミアかアルカレミアかっていうのを見ながら、そうですね。これのプライマリーの変化がどれかっていうのをちょっと考えてほしいんですけれど、ちょっと右上にやりすぎたな。呼吸性なんとか、代謝性なんとかってあるわけじゃないですか。Facebook で参加してるとはちょうど見えない。ああ、ちょっとやりすぎた。ちょっと数値だけ読んでもらっていい？はい、ペアが 7.08 で、CO217 で、HO3 が5かな。という値で、じゃあ先生、これプライマリーの変化、なんだ、代謝性のアシドシス、うんうんうん、まあそうだね、要はアシデミアがあるからそれに応じたものは何かっていう、 それだけだよね。ここはそんな難しくないよね。アシデミアとアルカリミアがあって、一つには代償のあのこっちが CO2 が先で HO3 が代償っていう考え方もできるかもしれないけど、まず原則として代償では正常1まで回復することはない。で、過剰補正っていうのも生じない。これはまあ原則で、さらに代償の範囲っていうのがあって、一応ですね、あのある程度高くなる低くなるとそれ以上は代償できないんですよ。で、さっき HO3 がいくつだったっけ、 CO2 いくつだったっけ、48とか50ぐらいだったよね。そうすると、まあ、55以上には一般的にならないという、まあ、こういう、これもさっきの MCCRC から取ってきてるんですけど、これ以上は高くならないらしいので、まだもうちょっと高くなれるよね、あの人ね。うん。っていう意味では、やっぱり、あの人は呼吸性の、高くなる、アルカロイスか、あるんだろうね。一応、心不全、肺炎が原因じゃないですか。で、まあ、そういうわけで、まあ、ちょっとここら辺、ちょっとゆっくりやろうかと思ったけど、巻いちゃうんですけど、アシデミアがあったときには、要はアシドーシスが何があるかっていうのが一番最初ですね。で、アシドーシスが呼吸性と代謝性があると。で、アルカレミアがあるってことは、アルカロイスがプライマリーってことですね。
だからまあ呼吸性のアルカロイドと体質性のアルカロイド、おそらくこれがファーストなわけです。じゃあそれに対する代償はどんな感じで起きるのかっていうのをちょっと言っていってほしいんですけど、みんなもうバッと言ってもらって、まずじゃあ呼吸性アシドーシスの時はどんな代償が起きる、うん、そうだね、はいはい。じゃあ、じゃあ次は先生、代謝性アシドーシスの時は CO2 が下がる、うん、じゃあ次呼吸性アルカロイド、バイカーボンが下がる、うん、そうね。で、代謝性アルカロイドの時は、そうだね、うん。だからまあ、上がる、上がる、下がる、下がるで同じ動きをするわけなんでね、代償の相手は。まあ、今の反応を見て、生徒たちはもう、そこら辺をある程度分かってくれる、それぐらいのレベルの話ができるのはよく分かりました。ありがとうございます。ちょっとなんかこう、アシドーシス縛りとアルカロイド縛りでやっているから、どちらかというと呼吸性と代謝性でちょっと図を書き直しましたけれど、今言ってくれたことはこの通りです。で、まあ、ちょっと時間かかるだったらこうゆっくりやろうかなと思ったけど、まあ、その必要はなさそうかな。で、なんだけど、さっきも言ったように、さっき松田さんが指摘してくれたように、このプライマリーの変化に対して、代償性の変化が起きるわけなんです。だけど、呼吸性アシドーシスも代謝性アシドーシスに合併する人とかもいるわけですよね。あるいは呼吸性アシドーシスに代謝性のアルカロイドとかね、逆方向、要は代償をさらに超えていっちゃってる人とかもいるわけですよね。そういう時にはなんとかの合併って言い方になりますよね。代謝性なんとかと呼吸性なんとかの合併、つまりこの合併してるかどうかっていうのを予測するためには、これの代償範囲がどれぐらいかっていうのを知る必要があります。例えば HO3 が下がったら CO2 が下がる。例えば、HO3 が、10とかになったら、まあ、CO2 が仮に20ぐらいに下がるとして、CO2 が普通はどれぐらいまで下がってるかを知らないと、その CO220 っていうのが高いか低いか分かんない。だから代償の範囲っていうのをまず知る必要があります。それがちょっと追雑な話なんです。二つ話をします。で、前半は覚えてください。後半は忘れてもいいです。ここは前半です。代謝性のアシドーシス、アルカロイドが最初の時、つまり呼吸性に代償するってことですね。この時の予測式っていうのは、今、松山先生が言ってくれた通りなんですけど、覚えてた今、何つったか覚えてる ?15。そうだね。そうそうそう。代謝性が先の時は、呼吸性は15足すだけ。アシドーシスでも、アルカロイドでも。マジックナンバー15って言います。これは覚えてください。これは今日マストね。同じ教科書なんで、そうだね。でも結構有名じゃないですかね。これ、しかもマジックナンバー15、MC シャイスにも書いてました。だから、割とコンセンサスある言い方なのかもしれないです。でも、確かにこれ、教科書によっては15じゃなくて、違う数字を持ってきて、うまく計算させる教科書もあって、確かにちょっと表現の差はあるんですよ。一番簡単なのは15です。でだから、まあ、この患者でいうと 4.9 に15足して 19.9 っていうのが予測 CO2 なわけです。でこれよりちょっと低い、ちょっと低いけど、まあほどほどぐらいかなって感じですよね。だからこの患者はつまり代謝性のアシドーシスに呼吸性は代償範囲内、これ呼吸性のアルカロイドではありません。呼吸性に代償してるっていうのが正確な表現になります。例えばこれが CO2 が10とかになってきたら、あ呼吸性のアルカロイド、あるいはこの人 CO2 が30だったら、 CO230 って普通は40より低いからアルカロイドなのかなと思うけど、そうじゃなくて代償の範囲より高いから呼吸性のアシドーシスを合併してるっていう言い方になるんです。でも今回の症例は、まあ、代償に関して考えていいと。で次、ここがちょっと難しいから一応メッセージを一つに絞る予定なんだけど、まずちょっと水雑な話をします。呼吸性の変化があったときに、次に HO3 がそれを代償するわけですよね。だけど、呼吸っていうのはすぐに反応するのに対して、HO3 っていうのは主に腎臓で調節されるんです。で、腎臓ってことは、つまりおしっことかってことね。ってことは、おしっこは、例えばじゃあ、俺が今めちゃくちゃ貧呼吸して CO2 を20とかに下げるとします。おしっこ、そしたらビャーってなんか出るかって言ったら出ないんだよね。だから、急性の呼吸性アシドーシスとかアルカロイドの時はちょっと代償が追いつかないわけなんです。で、慢性の場合はどうかっていうと、慢性の場合はちょっと追いつき始めてますけど、やっぱりまだ不十分。これが、
呼吸性がファーストの時の変化です。だからつまり急性と慢性、さらにアシドーシスとアルカロイスで 2×2、 4つ式が必要になるんです、予測、その HOCE の予測を立てるのに。だるいですよね。で、無理なんです。僕も研修の時必死に覚えて、なんか、1週間に1回、これを見るみたいなのをちょっと作って覚えたんです。そしたら今、それから8年ぐらい経って、もう完全忘れてます。だからまあ、将来役に立たないことを覚える必要はないと思うので、強いて言うんだったら、これだけ僕は覚えればいいんじゃないかなっていうのを1個だけ言っておきます。で、これだけ覚えればいいっていう言い方をする教科書はやっぱり何個かあります。それは、急性と慢性でまとめちゃいます。ちょっとこれ、急性と慢性でまとめちゃいますと言いながら、ちょっとこれ、きれいにしなかったのすみません。CO2 が急性の場合、アシドーシスだと、1上がる、アルカリ性だと1下がるんですよね。で、その1の変化ごとに、pH が 0.008 だけ、動いていれば、それは代償範囲内。つまり、例えば CO2 が10上がるとします。その時は pH は 0.08 だけ、下がる。これだったら HOCE はうまく働いてるって予測する。あとは慢性に関しては、これは、それよりももっと慢性だったら HOCE はもっと代償できてるはずだから、振れ幅が小さくなって 0.03 だけ動いてる。例えば、CO2 が、さっき10上がるって言ったっけ、じゃあ10下がるんでしょうか。10下がったら、pH は 10×0.003 だから、0.03 だけ、上がるか。CO2 が下がるから、pH は上がるだね。という式だけ、まあ、C って言えば覚えておけばいい。40が基準でいいのか。そうです。ただ、これ、pH がアウトカムで、HOCE をアウトカムにしてないから、まあ、いろんなことがあってずれることありますし、極論こっちは覚えなくていいと思います、僕は。一応 MCCRC だとこれ紹介してたと思ったんだけど、とそれ以外にも、まあ、教科書でいくつか参見されました。あとは表を持ってるしかないね。そうですね。記憶は難しいね、はい、これ。まあ、ちょっとここら辺は雑談で、マジカナンバー15だけで十分だと思います。で、次に、主に代謝性アシドーシスがあった時の話なんですけど、実はそれだけじゃなく、代謝性アシドーシスがなくても、代謝性アルカロイスがあったとしても、いずれにしてもアニオンギャップは一応計算しましょう。でも一番合併することが、アニオンギャップが解体するっていうのが合併することが多いのは代謝性アシドーシスだと思いますけど、どんな時でもアニオンギャップは一応計算しましょう。アニオンギャップがちょっと、なんか自信ないなって言っています？まあ、まあ、分かってるとは思うけどぐらいかな。超自信ありそうではないけどぐらい。わかりました。まあ、それぐらいだったら一番話しやすい。ああ、やっぱ隠れるな、俺。アニオンギャップっていうのは、要は測定できない陰イオンのことです。これ、ナトリウムとクロールと HO3 と、あとは実は測定できないイオンがここにあって、で、これらは、要は、血液っていうのは、プラスとマイナスがそれぞれ同じだけあるので、これら足したらこれになるはずなんです。アニオンギャップと HO3 とクロール足したらナトリウムになるはず。で、アニオンギャップ測定できないから、だから逆にこれを求めたかったら、ここからこれとこれを引いたら、このアニオンギャップ、つまり測定できない陰イオン。っていうのが分かります。で、一般的には、ここに見せたように、こんなふうに、HOCE の正常は、22プラマイ2ぐらいだっけ、まあ、ナトリウム140とか、クロールが110だっけとかっていうふうなのが正常値だったとして、例えばこれが、ごめんなさい、先に正常値か。で、正常値はまあ12プラスマイナス2ですね。で、例えば、これが、アニオンギャップが変わってないとして HO3 が下がったとしたらクロールが上昇するわけですよね。で、このクロールが上昇している、つまり HO3 が下がる、これが、まあ、いわゆるアニオンギャップ非解体性のアシドーシスで、いわゆる普通の代謝性アシドーシスです。要はクロールっていうのは、強い酸みたいなもんですよね。それが増えてる分、アシドーシスになってる、そんなイメージでいいんじゃないかなと、分かりやすく喋るんであれば。ただHO3 が
下がってるっていう情報の時にちょっと一つ注意なことがあって、それは実はですね、 HO3 っていうのはその数字の絶対値自体に意味があるわけではなくって、ちょっとここの話は難しいんだけれど、アニオンギャップが増えてるときに見かけ低くなるんですね。つまり真の HO3 っていうのは実際には測定できないと思ってください。このアニオンギャップ、ここは正常だったのがこの分増えてますね、ここで、この HO3 がその分減ってることが分かります。つまりこのアニオンギャップが増えた分をちゃんと HO3 に足してあげないと本当に HO3 が下がってるかどうかっていうのは分からないんです。でこっち側をアニオンギャップ解体性の足取りしてます。でこっちのアニオンギャップが変わってないっていう前提のもと HO3 が少なくなっていること、これを、アニオンギャップ非解体性の代謝性足取り、つまり、代謝性足取りですね、いわゆる。でこれは実はコークロール性足取りって言い方をします。っていうふうに代謝性足取りには2つ種類あるんです。だから、まあ、こっちはある程度アニオンギャップ解体してる、よっしゃアニオンギャップ解体性足取りどうですかって分かりやすいと思うんですけど、実はこっちの時っていうのはアニオンギャップが解体してないってことを証明しない限りは HO3 が絶対値が減ってるっていうのは分からないんです。それを計算するまでは分からない。だから必ずアニオンギャップっていうのは計算しなきゃいけないんです。だから HO3 が正常であってもアニオンギャップが例えば解体していたら HO3 はもっと高いのかもしれない、逆にとか、そういうことも考えなきゃいけないんです。でこれは今言ったことをちょっとスライドをまた分けただけですね。アニオンギャップが解体したときっていうのはその分見かけの HO3 が低くなってみます。だからここのこの赤線からここまでの分っていうのを HO3 に戻してあげないと分かんない。だから補正 HO3 っていうのを求めるためにはどうするかっていうと、この、測定された HO3 にアニオンギャップの解体分を足してあげる。例えばアニオンギャップが12から20になったら8増えてますよね。8増えたってことは HO3 がその分8損してるはずなので、HO3 の測定された値に8を足さないと真の値は分からないということです。で、今の話っていうのは変数が1個だけなので、ある程度、あ、もうこんな時間か。やべえな。変数が1個だけなので分かりやすいんです。HO3 が変化した。アニオンギャップが変化した。でもこれ同時に変化したらどうするかっていうと、すごく分かりにくくなっちゃいます。だからしっかり HO3 にアニオンギャップの変化分っていうのを足してちゃんと求めてあげる必要が出てくるんです。具体的には例えば、ここではさっき言ったようにこれの場合は、アニオンギャップが解体してその分を戻してあげたら HO3 これ正常ですよね。ですからこれはアニオンギャップ解体性のアシドシスってことになります。で次この症例だと、このアニオンギャップがこの分開いてる分、例えば12から20で8増えたとしたら、この HO3 で8足したとします。そしたら例えば30とかになったとする。そしたら HO3 の値はもっと高いわけなんです。だから、この場合、22かで、6, ごめんなさい、6、開いてるから、まあ、6を足す28ってことだな。だからこの場合は代謝性アルカロイドが併存してるんだよ。でこの症例次の場合にはアニオンギャップの、開いてる分が6なので、これを HO3 10に足すと16ということになるって、正常値よりちょっと低いことが分かります。ですからこれは代謝性アシドーシスを合併しているということです。こういうふうにアニオンギャップを必ずもうどんな症例でも求めてください。でそれで HO3 を補正してください。それで求まった値でアニオンギャップ解体性アシドーシスがあるかどうかっていうのと、HO3 のアシドーシスあるいはアルカロイドがあるかっていうのを評価しなきゃいけないということです。ちなみにアニオンギャップっていうのは本当はアルブミン補正しなきゃいけないので、ちょっとこう時間ないから、いやこれも実は結構大事なんで、ね、そうですね、特に高齢者がここの病院にいるので、はい、これやんないとずれちゃうかもしれない。ちょっとまあ後でこれチェックしておいてください。で、アルブミンが少なくなってたらその分をちょっと補正しなきゃいけないっていう意識があります。で、次ちょっと一回原疾患の鑑別の話をしておきますが、これもまああんまりちょっと今も話すあれじゃないな、アニオンギャップ非解体性の代謝性アシドーシス、つまり通常のアシドーシス、代謝性アシドーシスっていうのは3つあると思ってください。1つには、RTA で考えてもらうと分かるかな、要は HO3 が失われちゃうっていうものと、
H プラスが溜まっちゃうっていう2つの RTA があるって告知の時はやりましたよね。だから HOC が喪失するパターンと酸の排泄が低下してるっていうパターンがあって、でこの2つを鑑別するときに一応尿のアニオンギャップあるいは浸透圧ギャップっていうのを使うといいって言われてます。あとはまあちょっと生殖保液をめちゃくちゃしまくったときも出ますが、まあ、一般的にはこの2つを鑑別することにはおそらくなるはずです。はい、あとはアニオンギャップ解体性体質ステロスというのはこういうのはありますというのをちょっと後で見といてください。薬とかあります。で、代謝性アルカロー質っていうのは難しいところなんですけど、ここもちょっと飛ばそうと思います。尿中クロールで鑑別するっていうことが言われていますね。はい、まあバーターとかね、ちょっとなかなかもう見ないと思うし、しかもあの死んじゃうし、ただ国試とかでね、聞いたことあるよね。電解水上でも起きますね。呼吸性アルカロー質、これは、これも MCCRC が起きてきたものだから、まあ、どうでもいいでしょう。まあ、いろいろ苦しいとか、心不全とか、いろんなことで起きますね。で、ちょっと症例を本当はやりたかったんですね。症例ちょっとやった方がいいと思います。これはちょっとしっかりやりましょう。じゃあ21歳男性で健康で、下痢、嘔吐で、水も取れずに来院した。バイタルはちょっとたきって、貧呼吸もあるっていう症例。どこに行ってもハンネが坂先生から行こう。これ、はい、じゃあまず最初、一番最初に読むのは何だった？まあ、アシデミアがありまして、ね、アシデミア。リバイカーボが下がってるんで、代謝性のアシドーシス、うん、で、そうだね、それに15を足すと、うん、まあ20ぐらい。うん、だから、まあ、大体、代謝性。大体ぐらいだね。そうだね、うん。で、あともう一つ大事なのが、必ず代謝性アシドーシスがあるんだけど、この人は。アニオンギャップを計算すると、ね、25の95とか32これを、から25。そうね。だからまあ、だいぶ開いてる。だいぶ開いてるね。はい、だから、アニオンギャップ解体性の代謝性アシドーシスが、おそらく25ってことは12のとの差だと13増えてるわけね。ってことは補正はどうするんだっけ？補正は、13と 4.9 を足すから、そうそうそう。いいね。18。OK。先生は完璧だね。まあ一応呼吸性アルカロースって書いてあるけど、いらないね。確かに先生の言う通りだ。で、ハニオンギャップ23、なんか 俺が計算ミスだよ、これね。で、だからダブルの体質性アシドーシスがあるわけだね。ハニオンギャップ解体と通常の体質性アシドーシスとダブルであると。でこれは、激症一貫糖尿病による糖尿病の血糖アシドーシスで、ケトン体が出てることが後で分かったっていう。ん？違うな、これ。あれ？合ってるな。はい、そうですね。という症例でしたということですね。はい、さあ、次、じゃあ先生、60歳男性、COPD で、あ、これはね、でもちょっと、イレギュラーなやつ1個持ってきちゃった。これ飛ばそう。これは単純にさっきの呼吸性の代謝がうまくいってるかっていう計算させるって問題でした。あとで見てください。正直これはやんなくていいと思います。僕はもう今ここまで来てやんなくていいっていうのが最終的な結論になりました。これ面白そうだね。これも面白いけどちょっと鑑別があんまり盛り上がらないかもしれないですね。計算だけしますか。そうですね、計算だけやろう。じゃあせまあほぼ正常になってるよね。うん、そうだね。で、CO2 が下がってて、CO2 マイナスも、まあ、これね、大体正常ずつぐらいなんだよね。で、こういう時逆にね、脅し穴があるから、アニオンギャップを計算しよう。ここだけ、4つだけ見たらね、正常なんだけどってことでしょ？そうです。うん、はい、アニオンギャップは？32じゃないな。ナトリウム引く、ナトリウム引く、129だって、17。そう。ってことは、ちょっと指だけしてるよね。うん、まあ、この処理ごめん、ちょっと、もう一個一緒にいいか、デルタアニオンギャップ。あ、そうでしたね。アニオンギャップが、17ってことは、いくつ入れてないで？5なんで、補正は25。うん、そうだね。もうちょっと数字動かしてよかったな。まあいいや。
アニオンギャップ解体された人ですがあると。で、まあ、補正治療薬は、まあ、ちょっと多少アルカロイド気味かもしれない。ちょっともう少し分かりやすくなんかずらすかしっかりかったかもしれないけど、要はアニオンギャップ解体性アシドイスが隠れていることが分かっちゃうわけですね。これ計算すると。だからこの人はアシドイスをちょっとずつ CO2 と H2O2 でちょっとずつ代償してごまかしちゃってるんですよ。で、実際の理由は何かっていうと、ラクテートで大体説明できると思います。ちなみにラクテートの上昇っていうのはアニオンギャップにそのまま換算は一応できなくて、ラクテート上昇なのにアニオンギャップ、ラクテートって普通はね、不規則なわけなんですけれども、なんか結構 H2O アシドイスになったり、アニオンギャップ解体性アシドイスになったり、ちょっとなんとも言えないんですが、一応まあ、このラクテート4が原因によるアニオンギャップ解体性アシドイスだっていうのが最終的な結論で、これはね、一酸化炭素中毒で、酸素がうまく、まあ、利用できなくなって、酸素供給不足でラクテートが上昇してきちゃったっていうやばい症例だったっていう、つまり酸素95あるけど、実際にはもっと低い可能性があるという症例でした。これ、なんか似たような症例持ってきちゃったな。じゃあ先生、もう低反の計算だからいいでしょう。インスリン自己中断した感じだ。一学ゲームね。はい。アセミアが。アセミアね。ATH、何かを触っているので、うん、足を押してる。そうね。理由は、うん、はい。あ、理由やね。ごめん。アニオンギャップはアニオンギャップは、38。うん。38あっては、そうだね。うん、で、ってことは、いくつアニオンギャップが上昇している？26上がっているので、うん、SCO3 補正は30。そうだね。ごめん。あと、高血性代謝が正常化切りなかったね。これね、これにそのままさせちゃっていいよ。補正じゃなくていい。はい。15足して19。うん。まあ、大体、ちょっと少し開けてるぐらいだね。だから、マシンが体質が少しです。まあ、北西アルカリ性があるかどうかわからないけど、アニオンギャップ解体性アシドーシスと、まあ、ん、まあ、デルタ AG4 足すと。そうですね。まあ、4っていうか、あれですね。30ぐらいになるんだっけ。そうか。そうだね。だから、これ、この言葉いらないな。アルカロ、代謝性アルカロですね。はい。まあ、この症例は、DKA でアニオンギャップ解体性アシドーシス、アシドーシスがある。まあ、ケトアシン、どう見てもね、ケトアシンになる病歴だよね。でも、じゃあ、アルカロイスは何でかっていうと、実は、まあ、ここはね、推測的に超えないんですけど、この人、オートしまくってたんですよね。そこで、まあ、クロールソイスの耐性アルカロイスになったんじゃないかっていう、一応、まあ、予想はできますよね。まあ、いずれにしても、代謝性アルカロイスが合併していることが、実は、これ見てさ、代謝性アルカロイス合併してると思えないよね。でも、あるっていう、面白い、これ結構面白いね。次はね、ちょっとなんか内科的に難しい話なんだけど、じゃあ先生、74歳男性、気を不明の帯同困難で、まあ、バイタル大丈夫っていう症例、ちょっと検反射低下っていうのはちょっと面白いんだけど、まあ、いいや、じゃあ読んでいこう。アルカレミア。マイカロボが上がってるので。上がってるね。代謝性のアルカロシス。そうだね。ちなみに呼吸性の代償は CO2 が上昇しているので何と思います、うん、CO2 のその代償が正常かどうか、正常範囲内かどうか、こ代謝性が最初だからマジックナンバーの15を足すと、そうね、53、うん、その通り、それはちょっと低いね、はい、うん、じゃあ次アニオンギャップは12、うん、そうだね。これあんまりひねんなかったんだ。ということは、結論としては、まあ、アニオンギャップ非解体性の、代謝性のアルカロイシスと、まあ、呼吸性にちょっと少しアルカロイシス気味かなっていう症例っていうことだったんですけど、まあ、これなんで代謝性アルカロイシスになったかっていうと、実は、ちょっと結構面白い症例だったんですけど、ミルクアルカリ症候群って聞いたことある。まあ、よく牛乳と、胃薬飲むとなるってやつなんだよね。で、まあ、それによって、効果って書いてあるけど違うな。低カリ、高マグ。で、高マグは軽反射低下して動けなくなるんで、まあ、低カリの周期性しまひかもしれないしね。で、ミルクアリ症候による体質性アルカロイドだっていうのが分かったっていう症例でした。ちょっと難しいし話なんで、ここはどうでもいいです。それまでのガスのところ分かった時点でバッチリ。
じゃあ先生、ここですね、60歳男性起用なし、発熱、外装、呼吸困難、相関した。これちょっと面白いんだよ。読もう。はい。足で見ながらね。理由は？プライマリーはどれだ？そうだね。体質は少しでね。うん。代償は？まあちょっと高いんだよね。うん。18に15足すと33でしょ。で7高いもん。うん。だからこれはまあダブルで足少しありそうで。であとはアニオンギャップは？ナトリウムからクロールで一応する。そうね、18と105。うん、ああ、そうね、アニオンギャップが18ね。うん、ってことは、6上昇してるね。じゃあ、HO3 の正常値は正常値は、実際の真の HO3 は、アニオンギャップが6解体したってことは、HO3 は多分6損してるってことだね。24。そうだね、24。OKOK。ということは、結論としては、アシデミアで体性アシドーシスと呼吸性アシドーシスがあるわけなんだけど、体性アシドーシスっていうのはアニオギャップ解体性で、非解体性のものはなしってことだよね。で、これなんでこういう状況になったかっていうと、まあ、ラクテート上昇によるおそらくアニオギャップ解体性アシドーシスがあるんだけど、この人ね、相関した直後なんだよ、これ。つまり、実はね、この相関する前はね、この人ね、正常の pH だった。相関して遺伝的に CO2 溜めちゃったんだよね。要は呼吸器に委ねられてる状況じゃん。で、もう自発とかも弱いっていう状況で。これはね、結構よくある。今までは大丈夫だった人が、相関をきっかけに一気に崩れちゃうっていうのはよくあるんだよね。だから、それまでの状態どんなんかなっていうのは、ちょっと気にした方がいいっていう、ちょっと結構振り返りの多い話。じゃここで終わるか。じゃ先生、最後。48歳男性の、リマーシャルを持ってきてしまった。まあ、いいか。ガレージで意識障害。読むだけだったらちょうどいい。そうですね。まあ、ちょっと、一番最後の行は無視して、ガス読もう。アシデミア。アシデミアね。うん、代謝性アシドーシス。うん、そうだね。呼吸性代償は15+19の。まあ大丈夫だね。アニオンギャップにとこう。33? むむ30、ああってね、そうだね、33。ってことは、うん、で、真の位置をすればどうだろう。25。うん。まあ、おおむね正常ぐらいだね。だから、アニオンギャップ海外性アシドーシスだけってことだね。まあ、症例的にはちょっと中毒だったんですけど、これ、浸透圧ギャップを計算させようっていうのを、ちょっと一緒にやろうと思ったんで、まあいいや。というわけで、あ、ちょうど終わったな。ちょっとごめんなさい、時間だいぶ過ぎちゃいましたけど。というわけで、まあ、ガスを読む順番っていうか、読み方っていうのを覚えてください。で、ペーハーが一番重要で、プライマリーの変化と代償性変化と、アニオンギャップの計算。あとはちょっとそれらの原因っていう話もあるんで、まあ、もし、鑑別のスライドを使えそうだったら、ちょっとたまに見てくれれば、割と使える内容はあるとは思うけれど、まあ、ちょっと ER とかでそんなにやることじゃないから、入院してからでしょうね、それは。ひとまず皆さんは、このアニオンギャップと代償、この話をしっかりマスターしてください。以上ですね。はい、ありがとうございます。ここだけ補足、うちの ER はだいたい血ガス出すと10分から15分で結果が出てきますので、1枚の紙に書いてある情報はかなり多いですよね。アシドーシスに関しても、換気に関しても分かるし、あとヘモグロビン、アトカリクロール等も分かりますので、まあ、ぶっちゃけもそれだけで次どう動くかっていうのはだいぶ決めることができるんじゃないかなと思うんで。基本、血ガス取るでいいんじゃないですかね、救急車で来た場合は。
ね、はい、新井先生とか緑川先生とか清水先生、なんか質問ありますか？細江先生。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫です。新井です。新井がいないか。はい、じゃあ、前半は帯同困難ね。また帯同困難、いろんなレパートリーがあると思うんでやりましょうかね。そうですね、またちょっと違う機会にやりましょう。はい、じゃあ皆さん、今日はお疲れ様でした。はい、まあ、これね、これ使うといいよ。この展開付けはアルゴリズムあるんで。